皆さんこんにちは、ジーショールゴブルだ。はい、ということで本日の動画は2023年最後の動画になります。まあ私の率直な感想を言いますと、2023年はとんでもないぐらい飛躍した年だと思っております。まず一番嬉しかったのは2級建築士の試験に完全に合格したことです。いやー、もう思えば4年前からずっと勉強してきて、去年やっと学科合格して、まあ製図はダメだったんですけど、今年はとにかく製図試験に受かりたいという思いでめちゃくちゃ勉強して合格することができました。もう何度も言ってるんですけど、もうめちゃくちゃ嬉しかった。で、言うのもあれなんですけど、僕が今まで頑張ってきた資格試験の中で一番大変でした。で、あとは今年ジャパンブリックフェスト JBF に初出展しました。JBF は前々からずっと参加したかったんですけど、当時僕は2級建築士の学科受かるまでは絶対参加しないと決めてて、去年合格して今年やっと出ることができました。 JBF 参加自体は初めてだったんで、まあいろいろと不安はあったんですけど、いろんなビルダーさんや運営している経絡の皆さんの支えもあって成功することができました。で、それに乗っかって今年の11月に徳島ブリックランド TBL を開催しました。ちなみに徳島県でレゴオフ会を開催したのはおそらくこれが初めてなので、今回の TBL を機にいつかは徳島の名物イベントにしたいと思っております。ちなみに TBL には県内だけじゃなくて県外からのビルダーさんや経絡の皆さんが来てくださったので、めちゃくちゃ盛り上がりました。で、あとは YouTube 上で話で言うと、5年の時を経てついに収益化できました。もうちょっと何度も言ってるんですけど、メンバー動画が全くできなかったり投稿できなくて本当すいませんでした。来年のメンバー限定動画は月に1本以上は出すように頑張りたいと思います。今年のチャンネル登録者数がなんと300人も増えました。僕が今までやってきた活動の中で一番増えました。去年の 2,3 倍は増えたと思います。まあ増えた要因といたしましては、ショート動画始めたということもあったりと、今年は YouTube を頑張ってみようということもあって、チャンネル登録者数が300人増えましたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、ということでここからは2023年私ヒロゲーが買ってよかったレゴを発表したいと思います。去年が確か3つか5つ紹介したと思うんですけど、今年は5つ紹介したいと思います。今年買ってよかったレゴ第5位はこちら、レゴクリエイターの白ウサギです。このレゴクリエイターについては今年がウサギ年ということもあったので、こちらを買いました。全体的に白いパーツが使われていて、ウサギの造形がすごい可愛くてとても素晴らしかったです。で、あとはウサギ以外にもインコやアザラシにも組み替えられますので、これも素晴らしいと思いました。はい、続いて第4位はこちら、レゴクリエイターのスペースシャトルです。こちらは3月に発売された新作のレゴクリエイターで、スペースシャトルから宇宙飛行士と宇宙船に組み替えることができます。これも先ほどの白ウサギと同様なんですけど、スペースシャトルと宇宙飛行士の完成度がとても高かったので、これも素晴らしいと思いました。で、ツッコミどころ言うのであれば、宇宙船の造形は完全にグラディウスのビッグバイパーだなって思いました。続いて第3位はこちら、レゴアイコニック銀河探検隊です。はい、こちらは今月組み立てた大人向けのレゴです。このセットはいわゆる1970年代に発売されたレゴのリメイクアイテムとなっていて、見た目についてはオールドレゴなんですけど、中身や造形についてはテクニックパーツが使われていますので、今と昔の融合でとても素晴らしかったです。動画でも言ったんですけど、本当はこれもう一個買いたかったなって思いました。でも残念ながらこのレゴは今年で絶版になってしまいましたので、いつか1万円以下で買える時が来たら買おうと思っております。はい、続いては第2位の発表といきます。第2位はこちら、レゴクリエイタースペースジェットコースターです。はい、こちらは文句なしに本当に素晴らしかったです。4年前に発売された海賊のローラーコースターから一変して、今回のテーマは宇宙になりました。スペースジェットコースターからスペースジェットフライヤーフリーフォールに組み替えられるところがとてもいいと思いました。個人的に残念な手を一つ言うのであれば、ジェットフライヤーとフリーフォールにはレールの一部のパーツは使ってほしかったなって思います。ただそれを除くと、スペースジェットコースターの完成度やテーマが本当に素晴らしいので、このクリエイターもとても素晴らしかったです。はい、ということで2023年今年買ってよかったレゴ第1位はこちら、はい、こちらのレゴアイコニックオプティマスプライムです。はい、2023年今年買ってよかったレゴ第1位はこちらのレゴアイコニックのオプティマスプライムです。僕自体が変形合体するロボットがすごい大好きなんですけど、合体ギミックはなかったんですけど、このオプティマスプライムの変形合体ギミックがとても素晴らしかったです。いや、これは本当に作る前から買ってよかったなって思う一品でした。確か動画でも言ったと思うんですけど、次はバンブルビーとかメガトロンやスタースクリームなどのトランスフォーマーたちも出てほしいです。強いて言うのであれば、来年の大人向けレゴに変形合体するロボットは出してほしいなって思います。候補一つ言うのであれば、恐竜戦隊ジュエルレンジャーの大獣神をやっぱ出してほしいなって思います。はい、ということで私が今年買ってよかったレゴ第1位はこちらのオプティマスプライムでした。
はい、ということで2023年も私ヒロゲーを応援してくれてありがとうございます。あの来年につきましては動画投稿は多分今年よりは減っちゃうかなって思うんですけど、それでも私のことを一人でも応援してくれる人がいるので、まあ自虐的なことは言わずに頑張りたいと思います。あ、それとあの最後になるんですけど、私ヒロゲー今年公開した動画は全部で196本です。まあ内訳を話すと117本が動画で79本がショート動画になっております。で本日のこの動画を含めると197本になります。あの1年の半分も動画を出したので、なんかすごいやりきった感があってめちゃくちゃ嬉しかったです。来年はちょっと頑張って200本は出そうかなって思っております。はい、それでは皆さん2024年で会いましょう。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。良いお年を。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。